皆さん、こんばんは。芸能人バリに登場したんですけれども、私たちはただの役場職員ですのでそう思ってみてくだされば嬉しいです。セボヨンはとうとういよいよ今日始まるわけでございますが、ご飯の時も、まあ、タイトルバックで出てくるということですね。本当に楽しみにしているところでございます。明治維新150周年という年に当たります。まあ、これ1回しかないという150周年でございますけれども、まあ、素晴らしいこの全国発信ができるのではなかろうかなというふうに思っています。僕に与えられている時間残り17分あります。ちょっと長いなと思っておりますが僕ですね、鈴木亮平に似てるって言われるんです。そんな感じですよね。どうぞ取り入ってください。あと1分ですよ。楽しみですね。100年の間で、今150年の間の50年間でいろんな歴史が調べられて、その頃名前を売れなかったねじめに由来するこの小松立脇っていう方の、寺島宗類とか五代友厚とかって、その時の実際薩摩が動いた人たち、最後に子供たちに名前がそれぞれ出てきましたけど、ああいった人たちが、あ、実はこの人たちもすごかったんだっていうのが今回のテレビに出てくることですので、だいぶ、まあ、楽しく面白く、まあ、好きな人じゃないと分からないけど、好きな人には分かる好きな話だと思います。はい、最後ですね、ピンクの21番です。はい、おめでとうございます。今後ですね、町内への観光客もどんどん増えてくるっていうのも予想されています。このような魅力的なプロジェクト、これからもどん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 打ち出していきたいと思っておりますので、一緒に南大隅町を盛り上げていっていただければなと思っております。本日は本当にありがとうございました。